本当にゴーマの集団だ。これは使えるかもな。ゴーマと知ってやるか。イカれた奴らだな。陸の上なら容赦はせんぞ。命令よ、2号。こいつらを蹴散らせ。おっと、相手は俺たちじゃないぜ。俺だ。精霊？いいや、死神だ。何なのこいつは。精霊が海賊をやってるのか。ケビン総統にしろ。ペンデュラム使いはいないようだ。こいつはどうだ。全員そこへ戻る。合格だ。力を貸せ。は？ずいぶん勝手な言い草ね。エラビーサを燃やした奴らほどじゃない。知ってて試したのか。ついでに助けてもいる。あのまま進めばボーティガンの開門に潰されていた。あんたらミッドガンド領に向かってるんだろ。それにはこの先の海峡を通らなきゃならないけど、そこは王国の要塞が封鎖してるんだ。文字通り巨大なもんでね。事実なら借りができたな。俺たちも開門を抜けたいが戦力が足りない。協力しろ。海賊の言うことを真に受けるほどバカじゃない。自分の目で確かめるか。いいだろう。命を捨てるのも自由だ。じゃあ断ってもいいのか。お前たちはお前たちで、俺たちは俺たちでやる。それだけのことだ。けど副長一人じゃ。やっぱり俺たちも一緒に。足手まといだ。お前らは計画通りヴァン・エルティア号を動かせ。海賊を信じる気になったか。まさか。けど要塞を抜けた後、オートまで船と船員を貸してくれるなら協力してもいい。いいだろう。が、こっちも一つ言っておくことがある。俺は周囲に不幸をもたらす死神の呪いにかかっている。千回振っても裏しか出ないほどの悪運だ。要塞を抜けようとした時も五人犠牲が出た。同行すれば何が起こるかわからんぞ。なぜそんな不利な情報を教えるの。ゴーマも理不尽に死にたくはないだろう。知った上で来るなら自己責任ということだ。どうでもいいわ。裏なら自力で表にひっくり返すだけよ。名は？ベルベット。これは2号。俺は六郎。よろしくな。アイゼンだ。要塞を攻略する策があるんでしょ。聞かせて。結論から言えば
ボーティガンの守備は鉄壁だ。海から攻めても陸から攻めても落とせない。おいおい、いや、なら同時に攻めれば。そうだ、まずバンエルティア号で攻撃をかけ、警備艦隊を海峡から引きずり出す。その隙に俺たちは要塞に侵入し開門を開く。バンエルティア号は艦隊を振り切って海峡に再突入。俺たちを拾って駆け抜ける。一つ間違えれば全滅だな。けど間違えなければ勝ち目はある。死神同伴でか。作戦はもう始まっている。行くぞ。要塞の入り口は洞窟を抜けた先だ。少年、ずいぶんおとなしいな。具合でも悪いんじゃないのか。もともとこうよ、2号は。やめろよ、2号なんてかわいそうだろ。あんたの名前の意味は。兄弟の6番目で六郎だが。それと同じよ。同じじゃないだろ。大丈夫か少年。なんで声を上げないの。気づくのが遅れてたら死んでたわよ。命令だから口を聞くなって。あれは違う。あんたはなんでそんな。落ち着け、ベルベット。お前、大麻師に刺激されていたのか。やはりそうか。こいつは意志を封じられているんだ。本来精霊は人間と同じ心を持つ存在だ。だが大麻師どもは強制的に精霊の意志を封じ込めている。道具として使うためにな。ずっとこのままなの。わからん。大麻師の配下から脱した精霊は初めて見た。この扉から開門に出られるはずだが、鍵がかかっているようだな。壊すのは無理か。侵入者ども、わしの要塞をよくも。扉の鍵はどこ。わしは誇りあるミッドガンド騎士だ。ゴーマナザに屈するものか。俺がこの世で一番ムカつくのは、生き方を他人に曲げられることだ。自分の舵は自分の意志で取る。そうでなければ本当の意味で生きているとは言えないからだ。自分の舵。いかにもこの要塞を死守するのがわしの生き様だ。だがそれにはどんな結果も受け入れる覚悟がいる。お前の覚悟が本物かどうか試させてもらうぞ。慌てるな、まだ一本目だ。待て、鍵は扉の奥にある管理室だ。もう一つ、戦艦のある船着き場はどこだ。正面の階段を進んだ先でさ。わかった。手間をかけたわね。単なる適材適所だ。
鍵も必要だが、戦艦も潰すぞ。バンエルテア号が迎撃される前にな。だな。管理室か船着き場か、どっちに舵を取る？一等隊マシ。船着き場はその先だな。通してもらうぞ。貴様たちは侵入者か。いや、どうでもいいか。ゴーマに関わる者は全て切り伏せる。我が蘭月流の剣でな。どけ、アイゼン。お前こそ下がれ。こいつは俺がやる。いや、これは俺の獲物だ。こいつはどうだ。邪魔をするなら蹴る。てめえ、死神を舐めるなよ。時間がない。お前たちは戦艦を潰せ。六郎、そいつはまだ。ああ、力を残してる。行くぞ。誰から蘭月流を習った？清涼特等隊魔士、しぐれ様だ。嘘をつけ。あいつが弟子なんか通るか。暇つぶしに2、3個技を教えただけだろ。で、同じ技で叩き潰された。ここが管理室のようね。手分けして鍵を探すわよ。俺たちは奥の部屋を探す。あった、鍵。これくらい我慢しなさい。生きてる証拠よ。タンコブか。痛いってことがよ。でも痛いのは。そりゃあ誰だってそうだけど。ベルベットも。それにしても変なものが好きよね、男の子って。好き。好きなんでしょ。よくわかんない。でも本で見てからずっと不思議な感じがして、なんかドキドキする。うん。なんで針は下を向くんだろう。誰が動く仕掛けを考えたんだろう。これがあったらいろいろなところを冒険できるのかなって思うとドキドキする。そういう時は言えばいい。好きか嫌いか、楽しいか怖いか、あんたは生きてるんだから。僕は生きてる。これは私の意見、命令じゃないから。いい？分かった。鍵があったか。これで開門を開けられるな。羅針盤も必要だ。よく見つけた。にはさせんぜ。ここはわしの。
こいつもゴーマ病に。だが前より随分マシだ。新版の異変レイクス衝撃客逃しはしない。4分が登りだ。ここだ。あいつか数字に重ねてみろ。重力逃しはしない。絶対に行くぞ。ここだ。あいつか消えないけど刻んで破壊。リーザルペイン。船着き場はゴーマの巣だ。あれじゃ船に乗り込まれちまうな。って、時間がない。アイゼン、船に止まらずに開門を抜けるよう指示できる？それなら船は助かるが、俺たちはどうする？この真下を通る船に飛び移る。おそれしかないでしょう。アイゼン、なんとか合図を。必要ない。バンエルティア号は開門を突っ切る。伝えなくても？俺も同じ策を考えた。アイフリード海賊団の流儀だ。本当にまっすぐ来た。こっちも行くわよ。済むから死神に保証してほしい。セイフ！ちょっと何を。行くわよ。